ピンチになりました高崎。石原は前回バリントンが投げたゲームでは4打数4安打とバットでもこのバリントンをアシストしました。そして投げてはバリントンに対する好リード、ちょうど出てるのがその7月7日バリントンが投げたゲームでの4安打。昨日はヒット1本です。沢村からヒットを打ちました。ベイサーズの内野陣は極端な前進守備ありません。ワンアウト満塁です。もう一つ外、おっと際どいボールです。この回は際どいボールがなかなかアンパイアの右手が上がりません。低いのかコースなのか、ただバッテリーはいいところはついています。前回は8回無失点、失点なしで終えた登板から1週間です。インコース、打球はレフトへ、レフトバック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 、スタンドまで入りました。石原の満塁ホームラン出ました。今シーズン第1号が逆転の満塁ホームランになりました。昨日はベイスターズの鶴岡が満塁ホームランという打席があったんですが、カードが変わって今度はカープのキャッチャー石原が満塁ホームランです。ベンチも大喜びです。4対1。中からややインサイドの高め、満塁ホームランです。打たれた高崎、その前に際どいコースを狙って、それが